また撮ってやる。自体安い。そうだね。100円安くなったの。あ、ね。さっき4100円だったんですか。まあそう。なんか酒飲みの時はなんかみたいな言ってなかったないか。ないね。酒はどうやって頼むんですか。酒どこ。ああ。まあソフトクリームだった。酒どこ。酒どこ。あ、これいいな。お酒ないよ。え？じゃピンポンで頼むのもしかして？な？ピンポンで頼むの？ピンポン式？わかんない。ピンポンで。これでこれ。これでどうやって書く？ペンとアーチ。これシャーペン使う？いやそんなことないよこれ。ボールでもあるよ。いや。もうそれだって俺思ってるけどさ。なんでどうしたの？前どうやって飲んだって言いかけたけど、前に一回も飲んだことないよ、やっぱり。前来たとして高校だから。そうだよ。やばい、時間がもったいないだ。とりあえずなんか飯。どちらなんか。こちら肉を拾うんだ。任せろ、星なんて一緒に取ってくる。肉を焼いてくる。鶏皿も頼んだな。よくわかんないけど、これでいいのかなんだけど、鶏皿はいっす。できるかな。できるといいな。いいもんができるといいな。ちょっと惜しいな。もうちょっとだな。あ、まだでも入れよう。めっちゃ固まってきた。はいつまみができたっぽいぞ。はい、直接で作り上げた。なんかコーンと甘ダイが合体してるやつ。箸がない。割り箸がなんで1本ずつ分かれてもねって思ったら水飴用だった。マジかよ。笑っちゃった。いいお芝居見てきて。見てきていいよ。酒頼んでないっしょ。頼んどくよ。生2つ。生で。あと生2つお願いします。Thank you.
影禁止じゃないっぽいじゃん。何て言ったの今、軽くつまめるよ、軽くつまめるよ、あれか軽くお上がりよって言ったのやべ、職域のさんはだってお上がりよって言ったら お上がりよやんけ、それそう待ってんだぞ、それえ、そうまく作ったそうまく作るお上がりよちょっと作りそうだからまずはこいつを待て今まだ誰でかこいつぶかけあぶかける、まあ、ぶかけた方がいいのかなこれかなと思ってちょうど良さそうじゃん。確かに。あ、ちょうど良さそう。どうなるか。そう巻くやつ。わかり。ね、これネタでやったけど意外とうまいのね笑っちゃったんだけどうまいの意外と上がれるだよ。サーロインって書いてあるけどさ、サーロイン感は一切ないよねサーロインよりも中落ちカルブ一周ガーって並べた方がサーロイン感がある。確かに。そこのとこどうなんだろうか。あとは白米を食うか否か迷っている。やめとく俺は。偉い。白米を守りきった。どうせ自分で作るラーメンは食うんでしょ。自分で作るラーメンを食うんでしょ。ラーメンあった。ラーメンあるよ。そこだよそこ。ここ自分でこれから茹でていく。ラーメンの麺があるじゃん。あれラーメンの麺、あこれじゃねこれ。この縮れてるやつラーメンの麺。ここ投入して3分かできる。じゃあ寿司。どうしよう寿司食うんだったらエビはやめとけ。買ってくる。当たり外れ激しいから。マグロとサーモンはまあ食えるよ。確か。海鮮ちょっときついからなかと。はい。カプカプ。貝もカプカプかな。一番やめた方がいいのあった。白身魚が。白身魚やめた方がいい。まず。白身魚食うんだったら多分エビの方がうまい。普通にエビうまい。食べてあげようか。寿司の7周回った寿司元は美味しかったんだろうねみたいな味する。デザートは大栄、デザートは総じて他のバイキングよりもうまいんじゃないか。デザートは多分ソーダゼリーとかうまい。ソーダゼリー